よるとするか。よるとするか。さあ、徘徊するぞ、この謎の空間を。ディリッティ、まず地図探さないとな。そう、こういったとこにあったと思うんだよな。地図は。さあ、ちょっとわからんな。一回ちょっともう落ち着いてみるか。一個一個。うわぁ、怪物が生息している。で、これなんかどっかなんかこれ開けれるとかって気がするんだよね。確か。ハンドギア。いる？いるの？恐ろしい悲鳴が聞こえんな。ああ、これあれじゃん。牢人形。確かこれ。黒魔必殺するの。これなんか俺が持ってるなんか関係あるのか、そのなんか。あ？何の音？まあでもこれがまあ必要だったよね、確か。まあこれがまず1個必要。これ戻れんのか。おお、普通にいるな。まあぶっ飛ばしとこうか。おお、今すげえな、飛んできたな。デュレデュレデュレ。おお、でもあんまちょっと行き過ぎるとちょっとあれだな、わけわかんなくなるからな。あー、ここはまだ OK でしょ。まだ OK、 いい。紛らわしいんだよ。まあ地図か。消えた。よし。で、ぶっ飛ばした。あれ、ここなんもないのか。いかにも戻る感じか。またなんか違うとこ出てくるんだよね。ちょっと俺もわけわかんねえな、これ。なんかあれ、なんか落ちてるよね。ライフルか。あれ、ライフルってどこにある？まだあれっけ。壊れている。じゃあここ OK。 おお、早速道に迷ったぞ。早速道に迷ったな。まだいんの？こうか。で、これ戻る方だね。一回はとりあえずあっち側か。鍵開けた。つうことはまた別のあれか。困ったちゃんだな。あー、これじゃないの？あ、よかったよかった。はいはいはい。で、オッケー、いい。いっぱいなんかいけるとこあるんだよね、確かに。おお。謎空間だよね。お、おお、やばいだろこれは。めっちゃ今外したよな。ここ多いな。てれてててて。おお、やってるね。まあとりあえずあ、まああと1個だな。こうか。道がわけわからんぞ。ほうほうほう、まあ、こんな感じか。あっちがじゃあもうほぼ行ったってことか。じゃあ多分だわ。じゃあこっちも行ってみっか。あら、そら残念だわ。そうだな。
行けるじゃない。でででででで。どっかだってならそのライターとローでなんかそのなんかやってあったよな。何らかの。あれ？ちょっと待って、さっきの隣か。恐ろしいね。あ、ちょっと待って、あ、いけないのか。そう、いけないんだ。なるほど。こうでこうで、ちょっと待って、あ、反対側行くんだな。そういうことだ。俺の家の金利が変なものつんだよ。そういう時ちょっとドキッとすんでるんだよ。ドキッとするんだ、そういう時は。で、こっちか。オイルライターこれで OK なはず。まあ、ほぼほぼこれ揃ったべ。多分必要なものが、はいはい。まだ片っ端から見れば OK だべ。叩いても返事がないって。怖えよ、返事あったらだよ。こんなあったっけ。ちょっと待って。あー、心臓に悪いな、本当に。なんかもう心臓に悪すぎんで。そんなのあったのか。え、恐ろしいまねばかしがあって、とんでもねえ、本当に。あ、大量の手に入ってるような恐ろしい目にばかしがあって。なるほど。まあ、船が消えたと、そういうあれですね。まあ、確かにな、俺もあれだからな、道になんか異常に迷ったからな、そういうあれがあるのかもしれない。危険だ、非常に危険である、ここは。どっから来たんだっけ。怖えな。もうトイレとか勘弁してくれ、ほんと。なんかもうセーブか。さっきからなんかトン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 ってなんか一定のリズムのなんつうの変な音がなんか 俺のサイドから聞こえてくるんだけど、俺のサイドのどこだか知らないけど、なんか あと隣かで OK か。ここかな、なんかここなんかあんま見てなかった気がするんだよな。怖えな。はあ、どっかしらあれか、またブンブン音聞こえてるね。こっち側は何もなし。あ、ここか、これだ。どこにいんだ。はあ、はい、だぞ。どういうの。え、今人の声じゃなかった。見ねえんだけど。今なんか違うよね、なんかね。なんだ今明らかに違かったぞ。謎だ。
よし。謎すぎんだよ、ちょっとなんか。で、あ、ちょっと待って。ね、それで言うんだったら、よいしょ。すまんね、俺はこれが、ただそれがやりたかっただけど、俺は。あれ？あ、これで戻ればいいのか。そうだ。これで確か入り口で戻ればいいんだな。で、オッケー。おい。こっち側なんかちゃんと見てあった気がするんだ。あの、こっか。おい。オッケー、オッケー。壮大なあれだよな、ドアだよな。で、ここで、あ、ちょっと待って、こうか。これでいいのか。全部こんまいんだっけ。はい、いいじゃないの。飛び降りますか。はい、よし、これで刑務所も OK か。まあ、かなりまあハイペースやってんじゃねえか。でれんてでんて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 ん。恐ろしいんで。はい、死体のあれが恐ろしい。はい、このためら、だんだんだためらがなくなってくるんだよ。そうだ、怖え、怖すぎんだここは。はい、俺だったら絶対来ねえけどな。でもやっぱいるんだろうね、やっぱな。それでも何があってもこういうところにちょっと行くっていう人もいるんだろうな。恐ろしい。お、どれだ、どこだ、なんかいっぱい見てるぞ。横、あ、そっちか、それが。この四天王の配置なんですよね。またこの、もうこれどんだけ近いってんだろうな。この感じがいいんだよね。これで上から降ってきたら面白いけど、ファイナルファイトみたいな。この時間がかかるってのはなかなかあれなんだよな。恐ろしいかも。恐ろしい。でもね、ジェームズのためにちゃんとやっぱ用意されたのはそんな感じだよね。一瞬バグったんじゃねえかってぐらいの感じだよね。
結構長いんだよ音が。来たぞ。来てしまいましたね。まだいいでしょう。ああ、こっか。早速来ましたね。なんだっけ、なんか、ああ、そう思いました。あれか。なんか、顔のあれだよな。顔の仕掛けといて、それでなんか、なんだっけ、俺が前なんか一回取り忘れたから。まあいいや、とりあえず行けばいいだろう。この地下に行くやつなんかあったっけ。まあいいや、こっちか。なんか武器が手に入るみたいな。そんな感じな気がするな。まあ、とりあえずは普通に。あれこれ地図なんだ。あ、これはなんかあれか。自分でなんかその、作っていく感じが。要は水の中だとちょっとあれだな。移動遅いよな。で、戻って最終的にさっきのところ来、ああ、こう、OKOKOK。ね。なんか、こんなんじゃなかったっけ？多分だが。どうだ？お？ここがこうで？ああ、開いてんね。これだ。多分行ったんじゃね？これ。で、これで OK だったはず。開いた。You're alive! Maria, I thought that thing killed you. Are you hurt bad? Not at all, silly. Maria? That thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator, and James, then... James, what are you talking about? Just before! Don't you remember? James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay. Stay right there. I'll be there soon.謎なんだよね。でこの音聞こえながら恐ろしいよね。なんかおそろすぎる。おお、びっくりしたぜ。はい、そこにこれが大事なんだよ。これだから、これまだいんのかな。いなかったりしてた。いた。あ、
これと聞こえるんだ、その車輪って音は。よし、戻ってきたぞ。で、これあれか。へい。来たぞ。てってれてってって。おお、びっくりした。俺の心臓に攻撃がかかってくるんだ。これどういうことだっけ。ここから先はちょっとあんま覚えてないな。あ、アンジェラ。あ、なんかアンジェラが襲われた気がするんだ。どっかしらで。ドゥル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 。あ、たぶん今んとこ戻ってどっかしらに、これか。でいいんじゃないの。こっち側まだ来てないよな。あ、来てないね。おどき。まだ生きてんな。これ先進んでんの。おお。なんかさっき来たんじゃねえか、なんか。あ、来てないか。降りた瞬間にやつがいてみたいな、そういった光景なんかあるよね。なんか見てる。うえ。お。あれ、なんもない、なんもないなんてあったっけ。そんなとこもあんのか。道に迷った。あれ、声もなかったじゃん、さっきのところ。じゃあこっか。うえ。ハンドギア今どんぐらい持ってんだろうな。消えた。おお、大量じゃねえか。そりゃ便利だわ。さあ、こんなんあったらな、この下に行ったり上に行ったりみたいな。ちょっと大変よね。迷宮だな。おお、来たか。病院怖かったよな。刑務所はまあまあまあって感じが、あの病院のなんか裏のあれがすげえの怖かった。なんか、親父にあれか。こいつあれだから普通に行くから。これダッコマンだな、これだ。アナザーダッコマン、お前どこに。帰れない。意外としぶといんだ。意外としぶといね、この人。この野郎め。ダッコマンやめろ。Okay. Angela, relax. Don't order me around. I'm not trying to order you. So what do you want then?Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it.
Or you could just force me. Beat me up like he always did. You only care about yourself anyway. You disgusting pig. Angela. Don't touch me! You make me sick. You said your wife Mary was dead, right? Yes, she was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. That's ridiculous. I never... アンジェラはなんかメアリーの悲しみみたいなそういう感じなのかな。でエディはなんつうの暴力性みたいな、なんかジェームスのなんかそういうなんかあんのか、そういうあれが。よし行くか。行くとするなか。そうですね、アンジェラはもう知ってしまっていると。ジェームズが嘘つきっていうことも。もういろいろ知ってんだろうな、が。もう拒否反応もそういうことだろうな、が。その殴るとかそういう。非常に悲しい話だ。やってるねえ。やってるねえ。はい。帰りやがれ。てれてれてってって。出た。どっちだっけ、こっちだっけ。おー、なんかいろいろあんだ。ここらあんま覚えてないんだよな。てれてって。おお、戻ってきてしまっている。それは危険だ。さまよう中です。ここならたけ、ここならたけ、こんな複雑だったか、このダンジョンは。あれ、戻ってきてしまった。普通に出てきたんだが、何普通にいんだお前は。これなんかあったっけ。ずいぶんゆっくりだな。え、あれこいついたっけ、こいつ。そもそもめっちゃゆっくりじゃん。はあ、仕方でいいの。ああ、おお、え、あ、覚えてねえぞ。しかもこのような感じですか。これってことはまた戻ったやつがいるってことか。いるのかね。ちょっとゆっくりしよう、この角度嫌なんだけど。おー、いるよな、いるよな、こっち。ほほほ、あぶねえ。普通に滞在してんだよ。は？さっきのまだなかったか、もしや。ちょっと追っかけんのか。いるよね、100%。
いるよな。あいつは危害加える感じじゃねえんだよな。どっち？これでもあれだよな。はあ、はあ、謎。なんかあれなのか。ちょっとやってみっか。こんだけやりゃあれだろうな。何すんだろうね、この人。バレた。でもなんだこいつ、なんかその積極的になんか襲ってくる感じじゃないよね。なぜだ。俺そもそもアンジェラのそのさ、あれこれ言ったっけ、さっきアンジェラを助けたところの、あれ声言ってなくね？あ、これ言ってねえじゃん俺。ああ。多分だが、真ん中だった気がする。まあそのまま合ってればだけど。まあこれで合ってるんであれば、なんかあれか、ちょっと。なんか文面が違う気がするな。なんか違うな。まあ多分いけばわかるんだろう。まあこれで失敗してる可能性はあるかもしれないな。おい、これどうなってんだっけ。こう来て、ここにあれがあったのか。こっち側かじゃ。多分ここだな。で、OK だったら。あ、なんかちょっと場所が変わってる気がすんな。詐欺。あれじゃないの。なんか誘拐だっかな。あ、誘拐じゃねえか、確かなんか。あ、放火か。いいか、戻ろう。あ、なんか何も。あ、おお。なんだ、失敗するといっぱい出てくるとか、そういうためのあれじゃないのか。はあ、謎解きがあるか。まあ、多分か、その簡単なってんだろう、そうなんかな。罪なき者だけ。ああ、そういうことは、家の、うん、姿を取って。あ、なるほどね。はいはい。間違えたから今出てきたってことだな。あ、じゃあ、そんぐらいか。燃えてるってことだな、これな。燃やす。騙そうと。じゃあそれもそうか。もうない。彼はどうか。はあ、はあ、よいしょ。なかなか恐ろしいんだよね。ジェームズもだんだんなんか恐ろしい顔になってきたな、なんか。
もともとそうだったのかもしれないけどな。よし。てれってれってて。どっちだっけ。こっちか。ふう、でもやったのが先に進めそうだな。ここもちょっと地味に手こずったな。はい。謎アイテムがちょっといっぱいあるけど。オッケー。恐ろしいんだよね。例の部屋じゃありませんか、これは。ここもちょっと嫌な部屋なんだよな。マリア？一緒だよな。マリア、no. What happened to you? Why?なんだろうな、なんかベッドの用はない、置いていくしかない。これなんかね、何回もその行こうとするみたいな、あれか、ちょっとどうすることもできない。これをなんか調べまくるのも、なんか行こうとするのも、なんかその分岐点みたいならしいのだが、もういいのかね。悲しいよな、これ何だったんだろうな、これ。なんかな、でしかもそのマリアエンドっつうのがどういう、なんかどういうあれなんだろうな、どういう展開になってくるのか謎でしょうがない。ふう、ああ来たね、ここね、懐かしいの。これぶっぱじいじゃん、ここ。ウォルトアサリ、あ、なんか今日名前書いたんだ。ちょっと見てみっか。ミディアム。お、なんか落ちてんな。ちょいちょいあれだね。落ちてますね。ウォルターってなんかちょうど出てきてるな。なんかあってな、確か病院のとこにも。その名前のやつが。まあ一応あれか。エディ、アンジェラ、ジェームス、
とりあえずはまあじゃあまた次回以降にすっか。じゃあそれではさらばだ。